やるとするかね。村を通用されてしまった。おお、そういう感じか。いけない、そういう感じから始まるのか。もうでもレベル上がってからなんじゃない。おお、大砲や。ててて、じゃあこっちから入れてみるってこと。おお、なんか、なんだお前、何者。ブロス、マリオブロス。先に行ったよ。そうか、他の村で乗ってこい。やー、歩いて、乗ってみたい気もするけど。急いで向かってよ。でもあれだろ、なんか多分ショートカットある。見たい、これを見たい気もするんだけど。もうすごいことになってる。まあ、これを乗ったらまっすぐパッていけんだろうけど。まあでもこっちから行った方がいいんじゃないの。レベルアップなんだろう。まあ時間は短縮できるだろうけど。まあ、これじっくり行った方がいいんじゃないのか。知らねえけど。これ。おお、これなんだ、これ何、これ何。おお、すげえ、これ必殺技か。うぅ、どこ行けた。あ、やばい、やばいよ。やばいじゃん。俺死ぬぞ。やばい。ちょっと待って。これやばいんじゃね。俺死んだろ。だってあれがないじゃん。やべえ、あれがねえ。ただ逮捕。俺に逮捕くれ。大丈夫か。死ぬまで続くと思ったわ。あれが。毒が。危ねえな、こいつ。とんでもねえやからだよ。水の神殿、コトス村。パンドーラ、なんか行ってみたいけますけど、多分行けないだろ。多分順番に行くのがあれなんじゃん。多分王道だろ。まあでもこうやってやっとったのがあれなんじゃん。クリティカルズでもあれだな、出てくんな。もうすげえ危機感じゃねえか。いっぱい大量に食物があるな。ゴブリン注意。ゴブリンちょっとやばいやつか、それは。うえぇ、これ危ねえな。これ危険すぎるぞ、マンモルドロップ。やはりちょっと難易度が高いな。聖剣2は。恐ろしいゲームだぞ、これは。まあそっから、そっから一体私がどのような成長を遂げるのかっていうあれだな。もうこれは俺の卒業試練みたいなもん、試験かもしれない。教習所の。聖剣教習所だな。聖剣検定。第1級だな。お、この音あれじゃん。聖剣するじゃん。俺別さん、やった。あれ、こっちは。なんか左待ってよ。これ何やってんの。なんか演習やってる。あ、水増し。あ、ここにあるな。ちょっとね、あっちの左の方見てみたいんだけど。じゃあこれはこのあいつらちょっとほっといて、一回あれだな。これ見分けつきにくいよな。食い力っていうか、なんかこれ何。ニキータ、ちょっと待って、ニキータってあいつじゃないの。あれだろ、ニキータ。あれよ、あのこれ助かるぞ。え、ニキータの店。ニキータってあいつじゃないの。俺の記憶が正しければ。てぃ。あ、宿山兼ねてんの。うお、お前、え、なんでここにいるの、お前。名護ってよ。泊まる買い物。お前、そんなやつだったっけ。お前、そんなに行かれたやつだったか。スリーでなんかなんかまともなやつだった気がするな。ラメの帽子、プリティリボンなんかいっぱいあるな。高くね、なんか。ぼったくってんじゃ、ぼったくってるだろ、お前、どう考えても。いや、これはおかしいだろ。あ、俺がウハーツターからか。こいつぼったくってんな。ちょっと待て。おい。これでぼつぼつ行ってみるわ。たぶんあんまあれか、なんか。買わねえか。さっさと帰ってくれんかよ。こいつ。なんでこの互角になってんだ、お前。極悪人になりすぎだろ。あいつ完全にやべえやつだぞ。燃やせよ、この家。燃してしまえ。俺はあんなやつはと思わなかったよ。あいついいやつだったろ、なんか崩壊のさ、なんかあの、制限スレンティクだったら、なんかもう、助けてくれたりとかなんかよ。いろんないいことをしてくれたというのに、どういうことだ、言ったよ、マジで。あ、むしろ何かがあったのか。2で何かがあって、あれか、スレちょっと改心したんだね、きっと。無知を使えば当たれる？妖魔の檻。妖魔。嫌な顔しないし。おな、ずいぶんいっぱいいるな。準備できました。あ、出発するの？ちょっと待って、俺まだ話しかけてねえぞ、俺、お前らに。おい、どこ行ってんだよ。動けねえぞ。なんだ、襲われたのか。なんだこれ。
え？いや、これまで行くべきじゃないだろ。これまだダメだろ。これ多分ここから、多分この次に行く場所なんじゃないの。知らねえけど。え、これ行けんの？あ、こっちも行けるな。こういうなことなんだよ。こういうところからな。行ける場所があるんだよ、きっと。いや、これ行くべきじゃないか。あ、なんか洞窟がある。押し戻された。あ、なんかあれだな。デジャブだな。スリに襲うようになったのか。何も見えない力を押し戻されたね。ああいった洞窟の手前でさ。まあ、とりあえず、トドル行くかじゃ。とりあえず、王道に行こう。行こうなんで。待っていたぞって。あなた一体どのぐらい強いんだ。俺は将来的にこのおっさんを超えなきゃいけないのか。おお、すげえな。魔王城じゃん、これ。完全にやばい奴が。化け物の類のあれが出てくんじゃないか。危険だぞ、ここ。おすごいな。なにこれ。あれ？おお。なんで当たりと外れがあんだよ。何者だ、あなたは。仲間が。ルカ・ブライト。失礼な。お久しぶりです。あ、この人はそうなの。フォフォフォ。目が真っ赤だぞ。完全やばいやつだな。襲い始めております。この少年の村に。しておるわ。そうか。生活のことがわかる。少年なんぞに。暴れ始めたのじゃろう。邪悪なモンスターたちがいるようじゃ。おお。鍛え直すことによりさらなる進化を遂げることじゃ。なるほど。マンティスアント。少し回復しておるようじゃ。おお。それを見つける。いや、とりあえず戦いまくればいいってことだ。あの祭壇の上にあるやつは何だろう、一体。それ何？帝国。おとぎ話の。ほう。恐ろしいんだな、帝国は。何者かは様子を探りに来ておるじゃん。あ、さっきのやつら。何関係が。伝えてくるのじゃ。ああ、今度あれかじゃ。パンドーラなんちゃらかんじゃねえか。洞窟に向かえ。ドアの鍵上がると聞く。北直してもらった方がいいだろう。どこにあるのそれ。使える技も増えていくはずだ。へえ。どこに逃げいんだそれは。もうなんか雑だな、本当になんか。この世界のどっかに眠ってろ、なんかあれだな。今その怯えておる。力残っておらぬ。なるほど。なぜ俺を。やだスカドしやがった神々の最後の戦いがあった、うん、マロの要塞じゃ本当だった。ギリギリのところで救ったのが聖剣だとされておる。今の世界は気づきかけたんじゃ。ああ。正義の力を磨かせれば世界を滅びてしまう。どうすれば。正義のふさわしい勇者となるべく勇気と力を身につけなきゃならん。無理だ。すべて失われてしまう。おお、なんかあれだな。無限ループじゃねえか、これ。俺に洗濯機はないのか。掲げてみなさい。おう。じゃあ、それ、なんかできんのか。共鳴した。強くなるのかな。あ、そういう感じ？なるほど。8つの神殿、ずいぶん多いね。力を授かるといい。ブロンズランス、ブロンズランス。新しい武器手に入ったじゃん。進化していくじゃろ。そうなの。回復してやろう。ありがとう。おう。地底神殿があるはずだ。それどこなんだ。なるほど。パンドラ王国。あ、さっきのなんかあの変な闇のなんかさ、変な騎士がいた。あそこは一体あれは何なの。まだ行かない方がいいのか、あそこは。おずみやすいね。
まあでもとりあえずまあちゃんと行った、まあ多分順番に行った方がいいんだろう、おそらく。しっかりな。武器はどこ？あれ？アーマーの装備？ちょ待て。全然上がんねえな。まあいいけど。まあいいんじゃないのか。まあその位置でどのぐらい上がるのかって、それも知っておかなきゃいけないな。お？あ。おお、そういう感じか。どういうことやったよ、これ。一体どういうことなんだ？お前ひねくれてるのか、お前は。こんな謎の仕掛けを要するに。あ、ここなんか怪しいな。ここ何なの、これは。これ明らかに怪しいだろ、ここは。俺はじゃあここに行かなきゃいけないな。え、何これ。絶対やばいでしょ。絶対ここなんかあるんだろ。あ、なんかありそう。いや、絶対ここなんかあるでしょ。マジで極まりねえ。なんかあるかもしれん。あ、これ一直線しか出してできないのか。あ、そういう感じ？こういう感じなんだ。ちょっとずつ分かってきたわ。ちょっとずつ把握してきたな。俺も勇者としてのあれだな。ちょっと自覚というかなんか、能力を少しずつ高めることができてきたんじゃないか、これは。うらぁ！行ってやるぁ！そしてあの最初の村人をぶちのめしてやる。やりいいよな。俺やり好きなんだよな。じゃあとりあえずそのバンドラ、なんちゃらかんちゃらいけないの。あそこはどうすんの？え、ここは？まだまだ行かなくていいんだろ、きっと。そのうちなんか襲われそうだけどね。この神殿がなんか襲われてなんかもう、あいつもやられそうみたいな。めっちゃ強いじゃん。やりいいな。じゃあやりやっとくかじゃあ。一緒にレベル上がれてたよな。あべ、またやらかしてしまった。うらふざけやがって。バカ野郎が。うおーゴブリン。いば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 。あ、なに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 。え死んだじゃん。何言ってんの、ボボンがやってんの。え、ボボンがやってんじゃねえかよ。やばい。ガイア原則か、これは。じっとそれよろしい。祭りのご馳走メタルになることお前とてもラッキー。ラッキーじゃねえだろ。やめてくれ。いきなりやばいぞ、これもう。なんだ、こいつらは。どうにかしてくれ。いきなり捕まってんじゃん。戻らねば。じゃあ、トトロ、その間逃げよう。お、なんかいるぞ。お前、誰だ、一体。不審者がいる。ちょっと！これ、煮えたぎってんじゃん、これ。熱いだろ、絶対に。何？君は何なんだ、一体。何やってんの？俺、捕まったんだよ。助けてくれよ。静かに。おう。ずぶん、あれだな、怪力だな。逃げるよ、逃げていいの。この村、ちょっと探索したいんだけど、俺。探索どころじゃねえってか。どうしてこんなところに。捕まってるのが見えたから、もしかしたらと思ったんだけど。人違い。マジで戻った方がいいよ。あ、行っちまった。ああ。あいつがヒロインか。ジャンヌ。まさか。そういうことなのか。歴史は繰り返すというのかね。そういうことなんだな、きっと。そういうことにしておこう。で、これ下にいたらあれだっけ。またやっちまった。俺はちゃんと見なきゃいけないのに。いつも襲われるんだ、俺。俺の不注意によって襲われてしまうの。恐ろしい話だ。あれ、これ、ランサーで蹴れないの？そういう感じなのか、危ね。いや、これちゃんと見、え？そういうこと？だとあれか？ちょ、一応見た方がいいな。ちょ、一応切れるかどうかっていうのをちょっと把握しておかなきゃいけないわ。あ、そういうことは、ランサはダメなんだ。恐ろしいな。あ、でも行けないの？あ、こっち行けないんだ。なんか怪しい気がな。このなんか岩破壊できそうじゃねえかな、その将来的に。将来性があるな。我々には。おいいぞ、全部強くなってんじゃねえか。いや、とりあえずもう強くなりゃいいんだもん。おい。ぶっ飛ばされたらあれだな、なんか動けなくなるなんか時間というかな、それは結構なんか多い気がする。のけぞり期間が長いな。振られてしまったらあれだな、もうだいぶ、引きずるタイプかもしれん、もしかしたら。あ、それ大砲使ってないな。あれ？うお！あ、そういうこと？あ、そういうことなんだ。あ、じゃあショートカットか。なるほど。なんかああいうやついたよな。ピョーンって飛ばされてなんか周りの景色が見れるみたいな。そういう感じのなんかあれはあった気がする。てれ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 。なんか同じような景色がついてるからなんかわけわかんないな。で、何がどうなってんのか。俺にはさっぱりわけわからんぞ。ほら。うるるらバカ野郎が。
これ溜めないとほんと全然ダメージ食らねえじゃん。ダメージのあれが違いすぎるな。とんでもないことだよ。これはとんでもねえことだぞ。ちょっとこいつなかなかしぶといな。まあそういうレベルが上がってくる。またやっちまった。毒受けた。まあしょうがねえ。まあしょうがあるめえ。俺どこ行けばるお前は。帰れ。おお、どんどん来んじゃねえか、お前は。よし。だったらよ、これでよ、ぶちのめさんいいんだよ、ドコーンって。あんまり変わんなくない?あんまり変わんなくねえか。おい。全部渋手野郎だな。でもレベル上がったらあれだよね。体力回復してるの、なんか。パンドーラ。パンドーラってパンドラの箱じゃん。やばい。やばいあれなんじゃないの、ここ。おぉ。タスマニか。タスマニア。町の者と話すのがいい。なんで、そんなあれだな。だったら話してくれ。そんなやるんだったら。ああ、まあそういう感じね。俺は悲しみの中で仕方されちまうのが。面倒なもん置いてないぞ。俺、買いに来たんだよ。リストバンド、カンフー。こっちは安いな。プリティリボン。女子向けだよな。女子向けなのかなんかよくあんねんけど。お、ニキータ2倍売ってるぞ。信じられる。もう信じらんねえよ。とりあえずこれでいいだろ。あんまり買いすぎても。今買わないでいいや。手間買っとくべきなのかもしれんけどな。俺はまだ把握してないからな。俺はこの世界を知らなきゃいけない。みんな俺に話しかけてくんない、そういう感じだよね。何も喋らん。そうなの。悲しいな。悲しいですね。もう様子がおかしい。むしろそれが原因なんじゃないの。なんかその遺跡がなんちゃらあれなんじゃないか。やばいんじゃないか。あ、押せる。人を押せるぞ。この人は押せない。なるほど。またさっきの女子にじゃあ会う可能性があるな。俺を助けてくれたやつに出かす可能性はまだある。っていうか、なんか普通になんかあれじゃん。お見合い。なんか普通にあれじゃないか。なんか普通になんかみんな話しかけてくれんじゃん。なんか普通って言ってたもん。お嬢様。あいつは一体どこにいるんだ。この辺全部拾って、この街でけえな、随分な。一回止まるかじゃん。バテネロ、買ったり。なんだよ。たまに寝たまえ。あれ、この曲聞いたことあんな。トゥ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 。この曲もあれなんだな。定番の曲なんだな。トゥトゥトゥ。さあ、堪能するぞ、俺は。もう俺、どっから来たか記憶ねえぞ。ここから来たのか。こっから来て、こう来て。じゃあ、左。あ、左何これ。こっちは何なの。あ、こっちあれか。あ、曲は違う。スリーっぽい感じの曲だな、なんか。溢れておる。悲しみで満ち溢れてんだ、ほんとだよ。何も知らん、許してくれ。何も知らないの。そうなの。こういうなんかあんのかね、こういうちゃんと調べたら。アイテムが落ちる可能性もあるかもしれん。よく知らねえけど。てててて。お姫何やってんだって。ずぶん遊んでんじゃねえか。これ多分外出たらあれだよな。だから結構なんかいろんな、なんか行けるとこいっぱいあるな。お。どうした?一体何を泣いてるんだ?なんかあれだろ、いじめられてんじゃん。変だよ、どうしたの?なんか呪われてんじゃん。もうやばいよ、だってちょっとやばそうな顔してんもんだって。ちょっとなんか呪われてんな。これはちょっと我々がどうにかしなきゃいけんじゃんか。気合とよ、気合と暴力でどうにかしなきゃいけない。なんだこの怪しげなあれは。何も売ってくんねえのか。完全高級じゃねえか、ここなんかいっぱいいるぞ、人が。うるさいわね。魂は抜けたようになってしまった。そこは魂抜けちまったのか。まあ、そういうこともあるよな、生きてればな。じゃあまず、その城をちょっと見ていくか。裏から行けば何かしら宝が見つかるかもしれん。何もねえのかい。
ずいぶんでけえ城だな。いっぱい入れるとこあるぞ。これ相当広いんじゃない。田舎の帰り、あ、そんなやばいの。抜け殻のようになってしまった。抜け殻。討伐隊。魔女。ディラック、ああ魔女。魔女のとこ行ったのか。なんか確かに魔女っぽいな。小沢魔女。なるほど、そういうことだったのか。ボタンとバラは、パンドーラ。そういうことだったんだな。もうそれより謎が解けたわ。はいはい。大きな戦争があった。マナの木って大きな木。ほう。北の魔女の仕業らしい。じゃあ、あそこに行くんだな、じゃあ、きっとな。呪われている。呪われすぎだろ。恐ろしいな。エルマン。お見合いしている。悪魔が住んでいる。お、あら。自分で決めるわ。間抜け男、間抜け男。そうだぞ。一緒に行きなさい。どこに行くの？ああ、そこに行くんだ。ちょうどいい。そんなのあとあと。そうだな。ランディ。名前決めれんの？なんでじゃ知るか。ジャンヌ。どうやらプリムという名前があるらしいな。よろしくね。おお、仲間になった。仲間になった！ジャンヌじゃないのか。もうジャンヌでもよかったけど。大嫌い。マールを思い出すのなんか知らないけど。絶対戻りませんからね。戻りませんからね。俺は戻るとダメだ。まだ和解してないのか、君たちは。ハイパー星肉持ってこむ。とても楽しいことになるぞ。おお、王様。見てきただろう。やばそうなあれだな。エリニース。席を抜いてるようだ、そうか。南の席に出入りしている。へえ。彼のへそへそげ。あれ、これはなんかルートが分かれんのか、これ。タスマニカ。やばいな、あれ狂ってんの、世界が。全滅してしまったよ、じゃ。パパが仕組んだわね。許せない。じゃあ、魔女ぶっ倒しに行くか、じゃ。まあ、どうにかなんだろ、きっと。めちゃくちゃ暴れてんな。置いてきちゃいかん。いいんだよ。俺には権利があるんだ。王様の部屋か、そうか。初めて見た。なかなかいい部屋に住んでるんじゃないか。へえ、何それ。気になるんだけど。俺もそこに入れてくれよ。じゃあとりあえずあれだな。魔女のとこ行けばいいんだ。てててて。何部屋だここは。あまり喉の調子がよろしくないんだよね。てってって。全部探索した俺。こういう上んとこまだ見てないよな。なんもないのかな。ててててて。おい。これずっと出してるけば、ずっと出してるけばいいんだけどな。そうもいかんか。じゃあ次は、じゃああれだな。魔女討伐だな。そして何が持っているのか。ファインドアウトネクスタイム。戦争チャンスイー。